今中学2年生の14歳で、藍住市の PR 大使をさせていただいております。はい、今日はガンバ大阪さんの、ルヴァンカップ勝利を願って歌いますので、皆さん今日はよろしくお願いします。
今日の試合途中からの出場になりましたけれども、ご自身のプレーはいかがでしたか？일단뭐교체로뛰어도일단최선을다해서팀의보탬이되려고좀생각을하고있었고뭐그속에서또제가들어가서또뭐한골을더넣고또승리를할수있어서더좋은것같아요。その2点目のプレーですけれども、ファンピショ選手がニアでしっかりと潰れて、フリーで泉澤選手がゴール決めてくれましたけれども、あのプレーに関してはいかがですか？일단아쉽죠。제가터치를해서득점을할수있었으면좋았을텐데또그게또안됐는데또뒤에서또진이또득점으로연결시켜서뭐그래도저희팀이승리할수있어서좋은것같아요。そして準決勝はまたセレッソ大阪ダービーですけれども、いかがですか？뭐기대되고일단제가또간바에와서처음으로지금4강까지올라가게됐고또그속에서또우승까지바라볼수있는것같은데또뭐그안에서제가또득점을할수있으면또더좋을것같아요。양진아세요お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はどういったこのチームで話し合いがあってスタートした試合だったんでしょう？いや、とにかく勝つだけ。まあそこの1点投げですね。はい、もう積極的に取りに行こうというようなそういうスタンスだったんですね。まあとにかく90分の中で勝てばいいっていう感じだったんで、まあ特別なことはないですけど、やっぱり先に2点取られるとより厳しくなってしまうんで、まあ我慢するとか我慢して、まあ行くときにはちゃんと行くっていうそこのメリハリの部分だけですね。よく2点取ってから結構試合が動くなんていうふうにも言われたりするので、そういう意味ではアウェーゴールも含めて神戸の攻撃ちょっと枚数も増えて対応難しい時間帯っていうのもあったんじゃないかなと思うんです。まあ、多少持たれる時間はありましたけど、まあ、ディフェンスラインだけじゃなくてね、中盤からフォワード、まあ、みんなが本当に、まあ、いいポジション取って体張ってスライドして本当にハードワークしてくれたんで、まあ、そこまで怖く、まあ、守ってて、まあ、怖さは感じなかったんで、まあ、みんなでよく守れたと思います。じゃあこう最後尾から見ててもチームのこの動きっていうのは結構頼もしい感じ？そうですね、ボール持ってる人にも、まあ、しっかりプレッシャーかけて、まあ、コース限定したり、まあ、振られてもまたちゃんとスライドしていいポジショニング取ってくれたりしてたんで、まあ、その部分に関しては本当に助けられた部分はたくさんありました。さあそして準決勝は大阪ダービーということで、サポーターの皆さんのまた気合も一段ずっと上がると思います。そうですね、まあ、ダービーは本当に負けられない戦いだと思うんで、またいい準備して絶対決勝まで行きたいなと思ってます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。